はい、どうもこんにちは、クルです。今回は、ラジクールの G900 という無線のマウスにレビューをしたいと思います。で、はい、この箱を開けるとこういう箱が出てきて、で、これを開けるとデーン、まあ、こういう感じで入ってなかったと思うんだけど、忘れちゃったけど、まあいいや。はい、こいつがね、出てくるんですね。はい、そんで、まあ、外見はこんな感じですね。横、こっちの横で後ろ G900 って書いてますね。で、ロジクールっていうのはなんか日本ではロジクールって言うけど、海外ではねロジテックっていうらしいです。はい、まあ日本だったらロジクールでいいんじゃないかな。そんでデディン、こいつがね G900 っていうね高級マウスですよ。高級マウス、マジですんごい高級マウスだからね、まあ、無線のマウスは結構高いんですけど、中でもね性能、値段、見た目、全て高級マウスですね。はい、そんでまあそんなどうでもいいや。使用。はい、デリン、こいつを、まあ、クリック感ですね、一番大事なのは。わかるかな？聞こえるかな？結構ね、固め。同じ G303 を僕は使ってたんですけど、それに比べると結構固め。うん。で、ホイール。わかるかな？カタカタ言うんですけど、ここね。こうすると滑らかに、まあ、これはいつ使うのか俺にはわからないんだけど回りますと。で、ここはね、ここにもボタン2つあるんですけど、これでまあ専用のゲームソフトウェアがあるんですけど、それで終わりやってた DPI をここで切り替える。で、ここにもね2つサイドボタンですね。サイドボタン2つ、左の方に2つあって、で、こっちにもね2つあります。そんでね、さっきの箱に、よいしょと、あれ、あったこれ、こういうね付属品があるんですけど、こいつを開けると、こいつ硬いので今開けれないんですけど、こいつ開けるとこのねサイドボタンを取ることができるんですよね。取る と、このね箱に入ってるカバーで、使わない人はカバーしてきます。で、これ、左右対称なので、左利きの方も使うことができます。素晴らしいですね。わーい。で、ここにね、あのオンオフ、ここオフオンって書いてると思うんですけど、切り替えてオンにするとこことここが光って、このねさっき割り当てたやつ5段階まで、1,2,3,4,5 まで、まあ、僕は5個も使わないんで減らしてるんですけど、まあ、5段階までね割り当てることができますと。で、そうですね、僕はロジクールの支持者ではないので、結構素直に言うとボタンが硬いんですよね。まず、まあ、そんな気になるほどの硬さではないんですけど、ちょっと硬いで、なんだろう、日本人の手にはね、僕は手がね、ちっちゃいので、デリン、小指は今、切断されたのをくっつけてる途中です。嘘でーす。手がちっちゃいので、うん、まあちょっとでかい。まあでも慣れたら全然使います。そんで、サイドボタンをね、ここ、まあここ2つはいいよ。ここ2つは押しやすい。で、ここも押しやすい。ここがね、これどこで押すの？小指で押すのかな？薬指、これこの指、薬指でのここら辺でね言うのかわかんないんですけど、ちょっとね押しづらい。ここね、この一つだけ、まあ、他は全然ね押しやすいんだけど、ここだけ押しづらいですね。で、あとこの機能が、あの
使い道分かる人教えてください。でもそれ以外は本当に完璧なマウスです。で、まあこれの売りとしては、売りのね部分は、まあそうだ、その前に充電は、よいしょ、このこいつで、これもかっこいいっすよ、なんかかっこいいっすよね、形。これをここに刺すとこがあるので、そこで刺して充電します。でそれで刺した状態でも使えるので、有線のマウスとしてもね使えるんですよ、こいつは。でそう、そのね、有線と無線の状態で、無線の状態の方が感度がいいと、感度っていうか、この遅延が少ないというのが売りのマウスです。だから有線のマウスよりも、まあ、優秀な無線のマウスっていう、これはもう素晴らしいですね。無線のマウスの欠点で、その遅延とかがカクつくとかねが一番に挙げられるんですけど、それを克服した高級マウスです。まあ、値段は2万円前後するんですけど、まあそれに似合う、性能を持ったマウスということで、素晴らしいですね。見た目も高級感あふれるし、まあその見た目とかね、まあでもマウスの見た目は大事ですよ。ってことで、こんぐらいで終わりたいと思います。ロジクールの G900、圧倒的におすすめのマウスでございます。ってことで、ありがとうございました。バイバイ。